分解されてる。明日もありますね。はい、ということですね、無事、下灘旅行、一人旅ですね、終わりました。帰ってきました。いやー、まさか帰りにね、ルクアのちょっと店内のね様子撮らせてもらえるとは思ってなくて、一応ねちゃんと許可取ってね撮らせてもらったんですけど、で、まあ、そのルクアの方にね買いました。いやー、そう、フラットボックスのねその開きも探してて、で、まあ店舗のそのディスプレイにはなかったんですけど、店員さんに、まあ、お聞きしたら裏からねこう持ってきていただいて、これフラットボックス用の純正の開き物なんで、まあ、これでね、まあ、いつ切れてもまあ、大丈夫ということでストックをちょっとね持っていたのと、あとこの、まあ、非売品のねステッカーをこれちょっともらったんで、今ちょっと編集で使ってるちょっと MacBook にちょっとつけようかなと。で、今これ編集で使ってる MacBook Air なんですけど、これヒロアカね、ヒロアカ好きなんでオールマイトと、あとこれ嵐の大野くんのなんだっけな、画集フリースタイルっていう画集についてた特典のステッカーで、これも貼ってて、どこに貼ろうかな、まあ、貼るならねこのザ・レッドウィングなやつを、まあ、ちょっと貼ろうかなと思うんですけど、いや、場所がない、オールマイトに羽生やす、いや、あ、だったらちっちゃい方がいいかな、オールマイトオールマイトに羽生やす、あ、でも、てかリンゴがこれ消えちゃうのか、しまったな。まあ、無難にこの辺でも貼っとくかな。ちょっとセンスのかすぎ、どうしようか、フリースタイルに羽が生えたみたいな感じにしようかな。じゃあちょっとこっちに貼ってきます。はい、ってな感じでね、以上、まあ、ちょっとね、より賑やかな MacBook になったんで、
まあ、これね引き続き使って編集していくんですけども、まあちょっと今回はねちょっとお客さんの他にお待ちいらっしゃったんで、まあ店内撮らせてもらおうって感じなんですけど、まあ、いつかねちゃんとアポ取って何か一本その、まあ、別でね撮影させていただけたらまあ嬉しいなと思って、まあ、ちょっと今後もねフクロウの方をね確認していただけるとねいいなと思うんですけど、で旅シリーズはね今後まあちょくちょくやっていくんで、まあ、不定期でね旅シリーズ出していくんで、まあ、今回はね、リーバイス のズボンとあとベックマンフラットボックスの、まあ、コンボでね、まあ、行ったわけなんですけど、でリーバイスとかそのデニムに関しても、まあ、今後特集的な動画はまあ撮っていくんで、まあ、交互期待ということ で今回はね副旅というか一人旅まあ編は、まあ、以上で、まあ、無事ね天気いい感じの日に最高のロケーションで下灘駅行けたのは本当良かったなと思って、まあ、ぜひね下灘駅行きたいなっていう人は、晴れの日をね選んでいただいて、で駅に置いてたねノートには僕のサインというか、まあ、書いたやつあるんで、まあ、もしこの動画を見て下灘駅行った人は探してみてもらいたいなと思います。はい、以上、黒でした。グッドとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。